こちらの飼育ケース大サイズ、二つそうなんですけど、自己最終決闘の久米島カブト幼虫が12匹ずつぐらいかな、入ってます。まだそんなに糞は目立ってないんですけど、しばらく出かけるもんですから、早めにマット交換してしまおうかなというところですね。まあ、ふるいでね、糞だけのけて余ったマットは、また使い回しもできるし、まあ、まだタイミングとしてはね、全然早いぐらいなんだけど、まあ、作業そのものはやってしまいます。まず用意するのはね、これは埋め込みマットですね。国産オクワガタの産卵セットで使うような、まあ、いわゆる一次発酵と呼ばれているような状態のね、発酵の浅いマットですね。で、そこにカブトマットをね、混ぜます。よいしょ。お、もうちょっと入らへんかな。これね、比率的にはまあ5対5ぐらいかな。半分ずつぐらい、カブトマットとこの埋め込みマットを混ぜるんすよ。で、なんでかっつったら、カブトマットだけだったらだいぶ栄養価が高いんですよね。だから久米島カブトとか沖縄カブトとかごつでかなってしまうんやんすよ。となると、まあせっかくの離島カブトのサイズ感が消えてしまうんでね、まあ、簡単に言うと大きくなりすぎるんですよ。だから埋め込み用のね、発酵の浅い栄養価の低いマットをあえて混ぜることで成虫のサイズをね、意識的に落としていくんですよ。まあ、要するにこうあえて小さく作るんですね。埋め込みマット混ぜることによって、これはね、昔からやってるんだけど、うん、そうだな、離島カブトで沖縄カブト、久米島カブト、あと土屋カブトもそうか。大きくなると雰囲気消えるからね。まあ、あえてね、小さく作ることがあります。あとは、金森カブトとかね、そうですね。まあ、大陸系のね、ツヤカブトとか、台湾のツノボソカブトとかね、まあ、これでやっても結構でかいの出てくるけどね。で、国産カブトでもホワイトワインの幼虫とかも、まあ、これで作りますね。まあ、カブトマットもそんなに値段高くないけど、埋め込みマットってもう一つ値段が安いんでね、全体的なコストを落として安く成虫まで持っていけるっていうのも、まあ個人的には魅力になってますね。まあ虫のええところというか、魚釣りでもそうだし、生き物相手にしよったらある程度その正確な組み立てでアプローチしていくとちゃんと返ってきますからね、答えがね。そのアプローチの正確さに応じて答えてくれるから、そこが生き物相手にしててすごく安心できる部分やね。人間なんか相手にしとったらお互いのその気持ちとか思いとか考えがあってすれ違ったりもして、不平不満が出てくるときは、これまで相手がどれだけしてくれたとかね、よくしてくれたとか、ついつい頭から離れてしまってね、自分のその不平不満とか、割とその場だけの気分に支配されて、関係がね、いろいろ変わってしまうから、人間嫌いねんな。それではね、こうできたマット
ガバッと入れていきましょうね。まあ先にね、こうやって幼虫の新しい環境を作ってから作業に取り掛かることが多いですね。こんな感じでね、ガバッと入れて、発泡スチロール入ってんな。でまあ叩いておくと、こうやってねマットが詰まっていっぱい入れられるようになるから、叩いてマットをなるべくいっぱい入れたいんですよね。こうやってね、このやり方はまあ国産カブトに近いような形のカブトムシには割と通用しますよ。ベトナムのダビディスとかもこれでやるね。なんもサイズ気にしてもしょうがないでしょっていうね、そういうカブトムシにはこれでやるね。ヘラクレスとかさ、大カブト系統はやっぱり良くないよね。多分ね、その、なんて言うんだろうな、消化力が弱いというか、大カブトとか増カブトとかさ、埋め込みマットみたいな発酵の浅いマット混ぜると、なんか落ちちゃったりとかね、でかならないっていうのがあるんだけど、国産カブトみたいな形のカブトムシって、すんごい幼虫の食性が強いというか、消化能力が高いというか、こういうね、埋め込みマットみたいな発酵の浅いマットでも平気で食べてきよるから。それでまあ、こういうことをしてますね。離島カブトってさ、あんまり大きく作っちゃうと雰囲気がなくなるでしょ。いや、それがあんま好きじゃなくてね。あえて、サイズを落としてやってます。さあ、久米島カブトの幼虫、ちょっとこれ開けてしまいましょうか。まだ全然マットいけるけどね、ちょっと大きく作っちゃってるかな現状ね。もうちょっと噛みつぎ身にしたらまだサイズ落とせたと思うけど、こんなんね、どうせ5月、6月ぐらいまで幼虫しよるから。これね、ああ、でも結構上まで食うとったな。タイミングとしてはちょっと早いぐらいだけど、まあ一週間ぐらい出かけるもんでね、それでこういう作業してるんですよね。まあぼちぼちやろ。これね、ウンガメだって。ちょっと大きくなりそうだね、この久米島カブト。あと、10匹ぐらい入れると、噛みつぎ身になって、サイズが落ちるから、まあそれっぽい虫になるんだけどね。まあまあいいでしょう。今回こんな感じでね、離島カブトのマット交換やってみました。まあ、とりあえずね、埋め込みマットを混ぜるっていうね、これ一つの自分のやり方の定番なんですよね。まあよかったら参考にしてみてください。いつもありがとうございます。ほなまた。